よし、じゃあ続きやっていきます。マップ8。今回どういう敵が、お、これ夜だね。夜ステージ。深夜の街だ。なんか一瞬三日月みたいに見えたな。さてはセーラームーン来るか、これ、ついに。ついにウサコ来るか。ウサコ。まあ、とりあえずサリーちゃんと、ここら辺は不動かな。不動のメンバー。あと回復サポート。そっか、そういえばこういうキャラもね、仲間にしたんだよね、ララベルとかも。後で使おうかな。このルンルンとサリーは俺の中では不動明王だね、ここら辺は。完全に不動票だわ。で、あとシャッピーか。やっぱ飛行タイプは強いよね、単純に。てか、向こうの敵キャラもなんか普通に飛んでくるから、こっちが飛べないと辛いよね、やっぱり。で、あ、そっか、仲間にしたのか。これもな、使えるときあれば使いたいな。使える機会があれば。で、ポロにすっか。移動系。ちっちゃいな、すっごいちっちゃいな。改めて見ると。で、カブと、あと、ララベルも使い、後で使おうかな。今は使えないか。で、変化して、で、とりあえず、なんだっけな。マジックポイント、マナポイント貯める位置までには持っていきたいけど。こっちかな、あ、右にあるか。じゃ、右に、カブさん行ってください。このゲーム、地形効果とかはないんだよね、残念ながら。まあ、その代わりマナポイント貯めるみたいなのはあるんだけど。よし、じゃあ早速戦うか。あ、これボスじゃん、この前の。ジャグリングのやつ。早速クラスダウンしてんだな。今思いっきり引かれたね、車に。もう一回引かれたね、車に。ここの国民優秀すぎるだろ。躊躇がないわ、人を引くのに。あと悪気がなさすぎる。悪気がないもん。人引いたら普通一回止まるだろう。引き逃げだもんな。ちょっとやりすぎだろう、それはさすがに。で、特殊能力のパワーアップってのがあるんだよね。あー、これ使ってやっとけばよかったかな。これがどんぐらい強いのかがちょっとわからないから。これ使ってから戦えばよかったかな。ちょっと失敗したか。あ、ジャグリングのやついっぱいいるじゃん。でもこいつ空を飛ばないだけまだマシかな。なんか空飛ぶ敵の方が強い気すんだよね。はい、ゴリ押し。はい、ゴリ押し。なんか動きが遅くなるな。こいつの光線食らうと、レーザー食らうと。やばい、ちょっとやばいかもしれない。危なかった。意外とこのジャグリング強いじゃん。ちょっと回復しないとまずいかもな。思った以上に食らったな、ライフ。持ってかれたわ。意外と。あ、でも経験値そこそこ。あ、パパ、ママ、どっちも来た。これ仲間になるのか。え、二人とも来るのかな、ここに。お、パパが来てくれたからもう安心ですよと。あ、ここは一応でもサリーステージなんだ。サリー系の仲間が増えたね。あ、でもやっぱコンピューターが扱うんだね。まあ、バイスとかにもね、シンちゃんとか参戦してるから、まさかの。で、サリーちゃん参戦とかもあり得るからね、緊急参戦。バイスに。あ、来た、ついにパパ。パパ、実力見せてくれや。その感じ、頼むわ。ゆっくり歩くな。飛ばないんだな、パパは。意外と。あのマント何なんだ、じゃあ。結構いい勝負してるね、割と。割といい勝負してるな。あれ、パパそんな強くなかったりみたいな。そういうわけでもない。それとも俺がちょっと期待しすぎたみたいな。鳩胸だな。鳩胸、すごく。あ、ライドンに撃たれるよ。撃たれた。割と体力やばいね。まあでもコンピューターのキャラむしろさっさとやられてくれっていうところもあるからな。結構
なんかあるキャラを育てるために雑キャラを残しておいてるんだけど、その雑キャラを刈り取るっていうことをするんだよね、コンピューターは。はい、来た。こんな感じで。こんな感じで邪魔してくるんだよね。いや、こいつ、あのキャラのレベルを、ために、経験値のために残しておいたのに、みたいな。ほら、こういうことすんだよ。こういうことすんだよ。本当にクソ野郎が。よし、今度はちゃんとパワーアップした状態でちょっと挑んでみます。これがボスだね。やっぱちょっと強そうな見た目はしてるね。やっぱ飛行タイプか、鬱陶しいな。パワーアップは多分、攻撃力が上がってるとは思うんだけど、いまいちわからないな。いまいちわからんぞ。やっといてよかったって感じしてるかな、俺今。この不毛な争い。お互いに飛行タイプ。本当に不毛だな、これ。お、一瞬の隙をついたな、今一瞬。本当に。交錯したその刹那。まさに刹那の見切りだったね、今。まあ、でも一応、パワーアップしといてよかったよね、多分、これは。はい、マップアーチクリア。よっしゃ、次続けてもう、バンバンクリアしていきます。もうね、一回始めたらもう止められないから。あ、これ雪山が今回。来た、雪山ステージ、大雪山ステージ来た、ついに。じゃあ、あ、これこの前のボスじゃん。さっきの八面のボスだよね、これ多分。早速降格するもんな、このゲーム。あ、めっちゃヒットした。もう今や俺の敵じゃないな、こいつ。よし、倒した。ああ、なんかどんどんレベルが上がってる気する、俺が。俺が強くなってってる気がするわ、これ。俺を魔法少女になれんのかな？どうしようかな？ちょ、チャッピー修行マス使おうか。レベルも上げておきたいところだしね、さすがに。氷の家。家の住民を助け出せ。あ、これちょっと面白そうじゃん。あ、この修行初めてやるわ。アクションゲーム感すっげえ出てるわ。あ、こういうの面白い。ちょっと見づらいな。これ横の方がいいか。イルカ、あ、イルカじゃない。あ、一回失敗したら何？入り口だけど、こっから行けるそうだよね、この台風。風子。風子に乗ったらいけそう、これ。はい、ショートカット。いいんすか、これで。ちょっと待って。プレイが雑になってる、すっごい。走ってジャンプ。ショートカットあれあっていいのかな。あれめっちゃ楽じゃん、あれがあることによって、台風があることによって。これでレベルそこそこ上がるだろうね。ちょっと今倒し終わってから気づいたんだけど、ボス戦ちょっと録画失敗してましたね。まあ、とりあえずマップ機クリアしちゃったんだけど、まあ、これしょうがないよね、もうセーブもしちゃうけど、もう一回やり直しっていうのもちょっと俺もさすがに嫌なんで。まあ、これはいいでしょう。もうそのままマップ10までちょっとやっていこうかな。てか、マップ10にそのボスキャラ、え？なんかアイキャッチっぽい。ありがとうございます。マップ10まで頑張ります。いいね、ああいうの、なんか、ボーナス得点。的な感じがして。あ、そうだ。これちなみに、このマリアンっていうのが、さっきの雪山のボスだね。球面のボスがこれだね。なんか、キャシャーンみたいな感じのやつ。キャシャーンじゃないかな。なんか、フラッシュマンみたいな感じかな。あんまり強くはないんだけどね。やっぱ、飛行タイプじゃないキャラは、大概勝てるわ。まあでもちょっと、防御力あるかな。てか当たんねえな、意外と。足が速い。向こう足速くない？まあまあ倒せたけども。そんなに強いような相手ではないんだけどね。なんか変な魔術かけられてんな。何なんか目ん玉が、周りに、体の周りにうろちょろしてる、気持ち悪いけど。そしてもう一人いたね。
もう一人だね、こいつ。何を投げてきてんだろう。何を投げかけてるんだろう、俺に、あれは一体。飛ばない方がいいのかな、俺が。なんか微妙に当たんないな。よし、じゃあとりあえずチャッピーのこの覚醒剤打たせて、レグ強化させようか。これで、ボス戦に突入します。今回のボスは結構活かしてるね。活かしてるように見えたけど活かしてなかったわ。髪型パンクだな。反り込み入ってるわ。あ、やっと当たった。なんか両手がカニみたいになってるな。いや、カニじゃないか。弱いな弱いな、こいつ。見かけ倒しだわ。なんなんこれ。とりあえずこれでマップ10はクリアですよね。よし、ありがとうございます。